チャンミンは韓国や日本を中心に活動する韓国出身の男性シンガー・ソングライター、俳優である。2004年2月に韓国でデビューした歌手グループ東方新規のメンバーで、日本では2005年4月にデビュー。韓国や日本にとどまらず、中国、台湾、マレーシアタイなどでも公演している。韓国での芸名は、チェガンチャンミンであるが、 日本の公式プロフィールでは、チャンミンと表記している。本名は、シムチャンミン。日本版の曲タイトルや作詞曲名は、チャンミンと表記されている。韓国版では、マックス。ただし、告白のみ、チャンミンシム名義。そして愛称は、との、同じ愛称である。中学生の時に、学校の前で、事務所関係者から、 オーディションを受けてみないかとスカウトされ、2002年秋、オーディション、第6回 SM ベスト選抜大会大賞受賞、歌部門で1位となり、SM エンターテインメント練習生となる。夜遅くまで塾と、レッスンに通い、学業と音楽に明け暮れる日々を過ごした。2004年1月に、東方新規として、シングル、 ハグでデビューし、2005年4月にシングル、Stay with me tonight で日本デビューした。2005年、景気大、学校芸術デザイン学部ポストモダン音楽科に主席で合格。2006年度生として入学した。2011年、建国大学校に編入。2012年11月公開の映画、黄金を抱いて飛べに、桃役で出演。2013年、 3月映画、黄金を抱いて飛べで、日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。4月、第22回日本、映画批評家大賞新人団優賞を受賞。6月、建国大学広報大使に任命される映画、黄金を抱いて飛べが10月から韓国でも上映された。2014年、映画、耳ミミ、劇場版に主演ミヌ役で出演。前編は5月9日。 後編は5月16日に公開された。2015年7月義務警察の特技兵に主眼にし、合格、11月19日に入隊した。2017年8月18日をもって除隊し、8月21日から芸能活動を再開した。人科大、学校大学院分科系英学専攻修士課程に在学中。2020年6月12日。 交際中の一般女性と9月5日に結婚することを公表。ミニアルバムデジタルシングル。韓国日本、韓国日本、韓国日本、韓国日本,日本,日本、ありがとうございます。